公明党さんとの二冠二国を開催をいたしました。昨日は自民党との二冠二国、そして本日午前中にはですね、立憲民主党の小川幹事長、劉博文国対委員長との二冠二国で、先ほどは西田幹事長と佐藤国対委員長の二冠二国を公明党さんとやらせていただきました。立憲さんとの二冠二国の内容は先ほどブリーフで話した通りでございます。公明党さんとはですね、3点主に話をさせていただきました。まずは自民党、そして立憲民主党と同様に公明党さんに対してもですね、案件ごと、法案やテーマごとにですね、それぞれ協議をしていきましょうということで合意を得ました。また公明党さんの方からですね、我が党も兼ねてより103万円の壁をはじめとするさまざまなこの年収の壁等には強い関心を持っていたので、国民民主党さんと連携をしてこの壁突破の問題についてですね、前向きに検討していきたいという大変心強いお言葉がございました。西田幹事長は壁突破チームとおっしゃってましたが、いちいちも早くですね、この103万円の壁を取っ払って、やはり手取りを増やすということをご理解賜りましたので、しっかりとこれを実現に向けて前に出していきたいと思います。2点目がですね、国会改革、政治改革ですね。政治家からの問題は言うまでもなく、さまざまな今国会に問題が山積をしています。先の党首討論では我が党はたった3分ということでしたし、衆議院ではですね、与党が少数になりましたから、それぞれの委員会やそれぞれのハウスのつかさつかさのですね、人事やポスト、こういったものも相当変わってまいりますから、それについてもしっかりと協議をしていきましょうということでございます。で、特にですね、政治改革、国会改革はもう待ったなしですから、いわば公明党さんもですね、ある意味自民党の裏金問題に大きなダメージを受けて、選挙で厳しい結果を受けた党ですから、公明党さんも積極的にこれをやっていきたいと、年をまたぐことなくですね、年内にしっかりと結論が出せるように協議を与野党でしていくべきだという話もございました。そして最後3点目がですね、党首会談、これも可及的速やかにやりましょうと。ただし公明党さんの新代表がお決まりになるのが今週末と聞いてますので、国会開会が11月の11日というふうにも流れてまいってますので、国会開会したらすぐにですね、速やかに公明党の新代表と玉木代表との党首会談をやっていきたいと思います。自民党さんとも当然党首会談要求されてますので、この設定も週明けになると思いますが、立憲さんとはですね、もう来週中にでもやりたいと思います。与党が遅くなるのは公明党さんの代表がまだ決まっていませんので、やはりそれをしっかり待ってから党首会談をやりたいということでございます。私から以上です。共通信の山崎です。はい、どうぞ山崎さん。公明党とも等距離でというか、協議をしていくということですけれども、はい、公明党の場合は自民党も一緒に3党でやるという形なのか、公明党と1対1でやるという形なのか。公明党と1対1です。はい、場合によっては3党でやることもあるかもしれませんが、まずは公明党とですね、1対1、公明党の先生方と話をしてもですね、なかなか自公政権で公明党がやりたくてもできない問題も正直あったと。圧倒的に与党強い、自民党数が多くて強いですから。ただこういうですね、少数与党になりますと、むしろ自民党だけの考えは通りませんから、むしろこういったものにとっては公明党さんにとってもですね、公明党さんの政策を実現する、大きな好機が来たとも言えなくもないですから、ある意味集めた税金を使う側ではなくて、働いてしっかり税金を払っている側の立場に立って公明党さんと協力するところも増えると思います。はい、この3党でと考えているところはどういう項目なんでしょうか。案件にもよりますね。はい、案件ごとです。基礎控除の話については3党でというふうにお考えですか。それはまだその話は出てませんから、今後だと思います。はい、はい、読売の皆さんどうぞ。読売新聞峰と申します。政治改革の関係で年内にも与野党でやるべきだということで、こちらは公明党さんと合意をした
ていう。公明党さんの方からですね、はい、年明けを待つことなく年内でも協議をスタートして、協議に時間のかかるものもありますし、これある意味プレーする国会議員の側が自分たちでルールを作るのではなくて第三者にしっかりと委ねるところは委ねていくということも大事でしょうから、そういった意味で議論を急ぐということで、ということであります。協議の場を設置するのを年内にもやるべきだという。いや、協議の場を設置するというか協議を年内にでもスタートすると、その協議のやり方はいろいろあると思いますから、政治改革のそれぞれ本部長がおります。公明党さんは西田さん、我が党は古川さんですから、司で協議をしてやってもらえばいいんだろうと思います。もう一点、その中で例えば政策活動費だったりとか文通費とか各取り組むべき項目についてのお話で当然です。今日も午前中の立憲民主党との二幹二国でも申し上げましたが、ちなみに二幹二国というのは YouTube 見てらっしゃる方や報道見てらっしゃる方、幹事長と国対委員長2人同士なので二幹二国と言いますけども、立憲さんとの二幹二国で申し上げたのも、立憲さんはまだ旧文通費の公開してませんね。やはり野党第一党が率先してこういうこともやってほしいということも私と古川さんの方からも申し上げました。やはり野党関係なくしっかりと透明性と説明責任を持って開示していくということが大事でしょうから、これは各党に申し入れたいと思います。公明党との話の中でも文通費だったり政策活動具体的な文通費とか生活費の話は出てません。ただ政治改革、国会改革、それを前に出さなければいけないねという話です。皆さん、そういえば今日さ朝日と同じ文言が読売でも踊ってたね、部分連合って。俺24年間国会議員やってるけど部分連合ってつい最近出てきたんだけど、造語かね、あれ。立憲とも一周ごと、公明とも一周ごと、維新とも一周ごと、自民党とも案件ごとやるので、別に自民党さんとだけ部分連合するわけじゃないんで、ご理解いただきたいと思います。